万事。その十一。なあ、奥様、今夜のことさぞかしお腹立ちですやろうけど、どうぞどうぞお願いします。そう言うて男は、またペタッと畳い頭こすりつけて、僕の一心はどないなっても構いません。どうぞみつ子さんを無事に送ってあげてください。ご恩は一生忘れません。言うて、 しまいには手合わして拝むんです。私言うたら、空もうほんまにお人よしですよって、そない知られてしもたら、なんぼあんまりや思ても、いやいや言うわけにいけしません。そいでも、口惜しさがいっぱいでしたよって、しばらくの間、男がペコペコおじぎするの、じっと黙って睨みつめてましたけど、とうどこんまけしてしもて、たった一言、 よろしいです、言うてしまいました。すると男は、ああ、と、さもさも感激のこもったような芝居じみた声出して、もう一遍頭こすりつけて、ああ、承知してくださいますか。ほんまにありがとうございます。これで僕も安心です、言うて。それから人の顔をうかがうように。そしたらただいま。 ここいみつこさん呼びますけど、それについても一つお願いしておきたいのんは、今夜のとこはいろいろのことでえらい興奮してはりますので、どうぞ何にも言わんといてほしいんですが、どうですかそれちこてくれはりますか言うのんです。仕方ないので、それもよろしいです、言いますと、すぐに、みつこさんと呼んで、 もうわかってくれはりましたよって出てきなさい、と、ふすま越しに声かけました。そのふすまの向こうでは、最前こそこそ着物を着替えてるらしい物音がしてましたのに、もうその自分にはシーンと静まり返ってしもてて、こちらの話に一生懸命耳を澄ましてるようでしたが、声かかってから二三分も経った頃に、 やっと襖がごそ言うて、そこが少しずつ、一寸二寸ぐらいずつ開いて、目のぐるり真っ赤い毛に泣き晴した三つ子さんが出てきました。その時、どんな顔してなさるか見てやりたい思たんですが、ちらっと視線ぶつかると慌ててうつむいて、男の影へ寄り添うように、 音もささんと座ってしまいなさったんで、腫れ上がったまぶたと、長いまつげと、高く通った鼻筋と、噛み締めてなさる下唇とが見えるだけで、両手をこういうふうにこう、やつ口のところへ突っ込んで、体をねじらして、前の肌けたのもなおさんと、身投げ出したようにしてなさるのんです。 そんで私は、みつこさんのそうしてなさる姿眺めてるうちに、ああ、この着物が揃いの着物やってんな、思うにつけても、それをこしらえた自分のことや、その着物着て一緒に写真撮ったりしたことが考え出されて、またじりじり腹が立ってきて、ええー、こんなもんこしらえんといたらよかった。いっそ飛びついて、ずタずタに引き裂いてやろうかしらんと。 ほんまに男が言えへんかったら、それぐらいなことしたかも別かれしませんね。男はその様子感づいたらしいて二人が何にも言わん先に、さあさあ、と、追い立てるようにして、自分も着物着替えるやら、私からお金を受け取って宿屋の方へは、いりまへん、いうのを無理に勘定済ますやら。あ、そう言うと奥様、 まことに恐れ入りますけど、今のうちに奥様のお宅と、みつこさんのお宅とへ電話かけといてくださいますと、なお都合よろしいんですがな、言うたりして、ちょっとも好き与えんようにするのでした。私は私で、家の方が心配でしたよって。うち今時期にみつこさん送ってあげて帰るけどな、みつこさんとこから別になんとも言うてきやはれへんかったんか 女ごし呼び出して聞いてみますと。はあ、さっき電話がおましたんで、どない申し上げてええのか別れしまへなんだよって。何時頃とも申し上げんと。ただお二人さんで大阪へ行っておいでです。言うときました。言うんです。そんで、旦那さんはもうねやはったんか。い,いえ、まだ起きてはりますせん。今すぐ帰りますさか言うといてんか。言うて、みつこさんの家の方へは、 今夜小地行きましたんですけど、あんまりお腹減ってしもたんで、出てからちょっと鶴屋食堂行きまして、えらい遅なりましたよって、これから三つ子さんを送っていきます、言いますと、お母さんが出てきなさって、まあそうでもまっか、あんまり帰りが遅いので、たった今お宅様へ電話したとこでしてんは、言いなさる様子が、 警察から何にも言うてけえへんこと確かでした。そんで、そんならええ案売や、一刻も早よ自動車で帰ろういうことになったんですが、男は三十円のうち半分ばっかり残ったのを、みんなそこの男しや女越しにやってしもて、どんなことあっても決して迷惑のかからんようにしてほしい。その筋から、 これこれ言う取り調べがあったら、これこれ言うように言え、言うたりして、そないな時にも、空もびっくりするほど細かいところ行切り回るのんです。それからようよう、私がそこへ着きましたんが十時ちょっと過ぎた自分で、一時間ばっかりぐずぐずしてしまいましたよって、出たんは十一時過ぎでしたやろ。 その時やっと、大梅どんまたしたたん思い出して、大梅どん、大梅どん、言うて、路地を行ったり来たりしてるのも、車に乗せたのはよろしいが、僕もそこまで送りましょう、言いながら、男も平気でその車に乗り込んで、ついてくるのんです。三子さんと私とが奥の方に並んで、大梅どんと渡ぬきとが、スペアシートへ腰かけて、 四人が、むっと向きをただなり、一言も口聞かんと、車はどんどん走っていきました。向こうの大橋にかかった時に男が初めて、どないしますやっぱり電車で帰ったようにせんと具合悪い思いますが、と、ふっと考えついたように言い出して、な、まあ、みつこさん、どこで自動車返したらええかしら、言うのでした。 それが、みつこさんの家言うのは、芦屋川の停留所から川の西をもっと山の方へ行って、あそこに潮見桜言う名高い桜ある、ついその近所なんでして、電車筋からほんの五六丁ですねんけど、途中に寂しい松原などあるので、よおい萩や豪寒やのがあったりして、えらい物騒ですよって、いつも晩をそう変えるときには、 おうめどんがついてる時でも、停留所の前から車に乗っていきますさかい。あそこまで自動車つけたらええ、言うたり。いや、そらいかん。車屋が顔知ってるよって、どこぞもっと手前の方で降りた方がええ、言うたり。そんなことから、おうめどんも私もぼつぼつもの言い出しましたけど、それでもみつこさんだけは、やっぱり一言も言いなさらんと。 時々差し向かいに腰掛けてる綿抜きの方をじーっと見つめては、なんやひそひそ目でもの言うてため息してなさるようなんです。すると男が、うん、そうなら国道のなり橋のとこで降りたらよろしいがな、と、同じように三子さんの顔を見返しながらそう言い出した言うのは、私にはようわかってるのんですが、 あの橋のところから半球の線まで出る道がまたえらい寂しいて、片っぽ側が大きな松のたんと生えてる土手ですよって、あんなとこ女三人で歩けるはずあれしません。そんで綿貫はちょっとでも長いこと三子さんと一緒にいてたいので、自動車降りてからあの道を送ってきたいのです。それにしても、 千場の徳光さんの近所におります言うてたのに、そんな橋の名やあの辺の道知ってる言うのんは、もう今までに何遍も二人でここら辺散歩したことがあるからなんです。私よっぽど、誰に見られても男の人がついてくるのが一番悪い。三人だけやったらどないでも言い訳立つよって、あんたええ加減に帰んなさい。 私に預ける言うときながら、あんた帰ってくれはれへんねやったら、私帰ります、言うてやろうかしら思ったんですが、おうめどの方は、それがよろしおまんな、そうしまような、と、何でもかんでも綿貫の言うことに調子合わして、そんならお気の毒ですけど、半球のとこまで送っていただけましたろうか、と、知って男の思う壺にはまっていくのんです。 考えてみると、お梅どんかって、やっぱり、みつこさんやわたぬきとぐるになってたんちがいないのんで、やがて橋のとこで車を降りて、土手の下の真っ暗な道にかかりましたら、なおふさま、こんな闇夜に男の人いててくれはれしまへんなんだら、こうて歩かれしまへんな、と、用もないのに私捕まえて、こないだこの道で、 どこそこの父ちゃんがこんな目に遭いはっいうような話、休みなしに仕掛けて、なるだけ後の二人より離れて歩くようにするのです。二人は五六軒後ろの方から、まだ何や知らん相談しながら来るらしいて、ふんとか、はあとかいうみつこさんの声、かすかに聞こえてくるのでした。 定理所の前で男が帰ってしまいますと、また三人は黙り込んで、あそこから車で三津子さんの家まで行きました。まあまあ、ほんまになんで来ないに遅まして、言いながらお母さんが出てきなさって、いつもいつもお邪魔に上がりましてご厄介になりますばっかりで、えらい私に気の毒がっていろいろお礼言いなさるのんですが、 こちらは、私も三つこさんもけったいな顔してますので、長いこと喋ってたらボロ出る思って、自動車呼びましょう言うてくれはりますのも、い,いえ、車またしてあります、と、逃げるように出てきまして、また阪急で宿側まで後戻りして、あそこからタクシーでホロ園まで帰ってきましたら、ちょうど十二時になってました。お帰りやす。 言うて、玄関に出てきた女腰に、旦那ハンドなしだもうねえ張ったか、言いますと。つい先まで起きて家張りましたけど、もうちょっと前お休みになり張りました、言いますので。まあよかった、何にも知らんと寝ててくれたらええ、思いながら、できるだけそーっとドア開けて、忍び足で寝室へ入ってみますと。 寝台のそばのテーブルに白葡萄酒の瓶置いてあって、夫は頭から布団かぶってすやすや寝てるらしいのんです。お酒にはごく弱い方で、寝しなにそんなもん飲むいうことなんぞめったにあれしませんのに、きっと心配のあまり寝られへんのんで飲んでんやな思って、静かな寝息乱さんように恐る恐る横になりましたけど、 なかなか寝られるどころやありません。考えれば考えるほど、口惜しさと腹立たしさとが何べんでも湧き上がってきて、胸の中がかきむしられるようになります。ええ、もうほんまにどないして復讐してやろうか。どんなことあってもきっとこの仇取ってやる。と思うと、同時にカッとなって、夢中でテーブルいて伸ばして、 グラスに半分ほど残ってたブドウ酒、ぐっと一息に飲み干しました。何しろその晩は、さっきからの騒ぎで、えらい疲れてましたところへさして、私勝って、普段ちょっとも飲んだことあれしませなんだよって、見てる間に酔い回ってきて、それも、ええー、心持ちにぼーっとなるのんちごて、頭が破れるようにガンガンして、 胸のあたりがむかついてきて、体中の血一辺に髪の毛の方へ上がってくるような気するので、はあはあ苦しい息吐きながら、ようもようもみんなで人ばかにして、今にどうするか見てたらええ。口出して言わんばっかりに、一途ずにそのことを考えつめてますと、激しい動機が、 タルの口から酒がこぼれるような音立てて、ドキンドキンなってますのが自分でもちゃんとわかるのですが、気づいてみますと、いつの間にやら、夫の胸も同じように、ドキンドキンいう音立てて、はあはーつい息吐いて、互いの呼吸と動機とが一緒に時を刻みながらだんだん強うなっていって、 二人の心臓が一時に破裂せえへんかしらん思われた途端に、いきなり私は、夫の腕でギューッと抱きしめられました。次の瞬間に、夫の母勇気がいっそ近寄って、燃えるような唇が耳たぶに触れて、お前、よう帰ってきてくれたな、と、そな言われたはずみに、 どうした加減か急に涙がこみ上げてきて、悔しいと、見震わして泣きながら、今度はこちらからしがみついて、悔しい悔しい悔しいと、夫の体かきむしるように揺さぶりました。なんやなんでそんなに悔しい夫はできるだけ優しいに。 え何が悔しいのか言うてみ。泣いてたら分かれへんがな。えどないしてん言うて、手のひらで涙拭いてくれて、なだめたりすかしたりしてくれますので、なお悲しゅうなって。あ、はあ、やっぱり夫はありがたい。自分は罰当たったんや。もうもうあんな人のこと思い切って、一生この人の愛にすがろう。 一途に後悔の念湧いて、うち、今夜のことみんな言うてしまうさかい、きっと勘にしとくなはれな、と、とうとう夫に今までのことすっくり話してしまいました。万事、その十二、私はすっかり心を入れ替えた気になって、明くる朝は夫より二時間も早起きて、 台所へ出て行って朝ごはんの用意したり、夫の洋服ちゃんとしといたり、いつもほったらかしにしたままお名ごし任せにしておきますのんを、自分が先至ってせっせと働きました。お前、今日は学校行けへんのかと、夫は出かける時間になって、鏡の前でネクタイを締めながら言いましたけど、うち、もう学校はやめようもてんねん。 言うて、後ろから上着着せたげて、そのままそこに脱ぎ捨てた着物たとみながら座ってました。なんでよね学校やめんでもええやないか。あんな学校行ったかてしょうもない。愛ともない人と顔合わすのが嫌やしな。うん、そうか。そんなんやったらやめてもええな。と、夫は感謝のこもった目つきでそう言うたもんの。 またなんや知らんもの足らんような気の毒そうな格好で。そうやけど何にもあんな学校に限ったことあれへん。ええならいたかったら研究所へでもいたらどうやねん。僕かって毎朝一緒に出かけた方がええしな。言うてくれますね。そんでも。うちもうどこも出とないわ。どこいたかてどうせろくなこと覚えへんねんよって。言うて。自分ではその日から 一角のハウスワイフになったつもりで、一日家の中で一生懸命仕事しました。夫の腹の中言いましたら、あにわがままやった私が、まるで生まれ変わったみたいに態度を改めましたのんで、どない嬉しいか別かれしません。二人で仲良う大阪へ通ってた先度頃の生活を取り返してみたいような気もしますね。 空は確かって、ちょっとでも余計、夫のそばにひっついてたい。離れたらその間に、じゃねん妄想が起こる。夫の顔さえ見てたら、あの人のこと忘れられるやろ思いますよって、一緒について行きたいんですけど。いや、そうやない。もしひょっとして道であの人と会うたりしたら。もうそんなことあったかてもの言えへんきいやけど。 そんでもばったり顔見合わしたら、うちどうするやろ。青なって、ブルブル震えて、一足も出用ようになって、角で倒れてしまうかも分かれへん思いましたから。外へ出るのが怖うて、お坂どころへあれしません。つい電車道ぐらいまで行きましたかって。そうやない人の影見ても、はっと襲われたみたいに、慌てて家へ飛んで逃げて、ドキドキする胸押さえながら、 いかんいかん、ちょっとでも出たらいかん。ここしばらくは死んだ気になってすっこんでよ。水仕事でも拭き掃除でも何でもかまわんと精一杯働いてよと。自分で自分に言うて聞かすのんです。あのタンスの引き出しにしもてある手紙なんぞ焼いてしまおう。それより一番先観音さんの絵のほど内蔵ぞしてしまおうと。 それも私には毎日ぐらい気になって、今日こそやこう、今日こそやこうと、タンスのそばまで行きますけど、手取ってみたら中が身となるやろな思たら、やっぱりこうて夜明けませんね。一日中備えして暮らして、夕方ほっと帰ってきますと、ほんまによかった、と、ほっと重におろします。 うちこの頃朝から晩まであんたのことばっかり思い詰めてて、他のこと何も考えへんようにしてるねんよって、あんたかってきっとそうしててくれるわな。と、私はぎゅっと首の周りに抱きついて、うちの心にちょっとの隙もできんように、いつもいつも可愛がり続けに可愛がってくれないややわ。と、今では、 夫の愛情だけがたった一つの頼りでした。もっと可愛がって、もっと可愛がって、と、私の言うのはそればっかりでした。アルバンなんぞは、まだ愛し方が足らん、言うて、気違いみたいに興奮しましたので、お前は極端から極端やな、と、夫はなだめるように言うて、 私のあまりなのぼせ方に、今度は帰って面黒てるぐらいでした。もしもその自分に、ひょっこりあの人が尋ねてきたら、いやでもうでも、物言わんならんような羽目になるよって、それが何より気がかりやったんですけど、なんぼ厚かましい言うても、さすがよよりつかん化して、ええあんばいにあんなり何にも言うてけえしません。 私は心の内に神さんや仏さん祈って、結局運命がそんな具合になったのもありがたいことや思いました。ほんまにあの晩のような出来事でもなかったら、なかなか来ないきれいさっぱりに切れる言うわけにいけしませんのに。これも神さんのおぼし飯やろ。口惜しいことも悲しいことも済んでしもたことはみんな夢と諦めよう。 ようよう幾く文化落ち着いてきましたのんは、あれから半月も経った六月の下旬頃のことで、去年の夏は空梅雨でしたよって、毎日毎日日出りが続いて、家の前の海岸に泳ぎに来る人がちょいちょい見えました。夫はいつも暇ですのんに、その自分珍しゅう頼まれた事件があって、 もうちょっとしたら手抜ける境。そしたらどこぞ一緒になと行こう、言うたりしてましたが。ある日、私が台所でサクラんぼのジェリーこしらえてる時でした。大阪の SK 病院から奥様に電話出す。言いますのんで。虫が知らしたのか。なんや決っに思いながら。誰ぞ入院してんねやろ。もう一遍聞いてみなはれ。言いますと。 い,いえ、違います。病院が直接奥様に話したい言うてはります。男の人の声みたいだす。いうことで。うん、おかしいな。言うて。電話口出るときから、なんでかしら胸騒ぎして、受話器を持つて妙に震えてるのんです。あっちでは、あんたは奥様ですか。と、二辺も三辺も念押ししてから。 にわかに低い声になって。突然、はなはだ失礼ですが、あんたさんは英語の避妊法の本を中川さんの奥様にお貸しになったことがありますかと、決体なことを断念ます。はあ、その本は私確かにある人に貸しましたけど、中川さんの奥様言う方はよう知りません。 多分、私から勝った人が、またがししたんやろう思います。そんな言うとすぐ、はあ、はあ、と、向こうでは頷いて、奥様がおかしになったのは、徳光光子さんでしょうな、言うのんです。私実は、もう最前から予期してたもんの、そのなあ言われた瞬間に、なんや電気みたいなもんが、 体中ビリビリ伝わるような気しました。あ、はあ、その本と言いますのは、一月ほど前みつこさんに貸しましたのんで、みつこさんのお友達の中川さんの奥様いう人が、子供産むのいやいやや言うてはる言うような話から、姉ちゃんはきっとうまい方法を実行してんねやろな。言いますよって、ほんま言うたらあて、ええ本持ってんねん。 アメリカで出版しやはった本で、それ見たら空もなんぼ通りでも書いてあるわ。言うて、その時貸してあげたまま忘れてしもてたんだした。ところが病院では、その本のことからある重大な結果起こってえらい迷惑してる。電話ではそれ以上申し上げることできんが、そのことについて、 中に挟まった徳光さんのお嬢様も色々と心配しはりまして、どうしても一遍奥様にお目にかかって秘密に相談せんならん思って、こないだから何べんも手紙差し上げたそうですが、奥様の方から何とも返事してくれはらん言うて難儀してはる。そんでこの場合、ぜひとも徳光さんにおうてみてください。病院の者のが直にうかごうては面白ない事情もある。 病院は表面、そしらんにして、徳光さんとおうてくれはるのが一番よろしい。万一おうてくださらんと、病院はこの事件について、奥様の方にどんな迷惑がかかっても、一切責任を負うことできん言うのんです。私は、それも光子さんや綿抜きの仕組んだ計略で、何ぞまた人騙すのんやないかと半信半疑でしたけど、 何せその自分は、打体事件がやかましいって、何々博士が捕まえられた、何々病院がやられた、と、ようそんな記事が新聞に出まして。そんで前にも言うたように、その本の中には、薬剤による方法やら、器具による方法やら、法律に触れるようなことまでたんと書いてあるのでして。 中川の奥様言う人は、何ぞヘマなことして、えらい間違い引き起こして、素人の手で収まりつかんようになったんで、病院担ぎ込まれたん違うやろかと、想像されるのんです。それに私は、三つ子さんから手紙が来てもきっと私に見せたらいかん。みんな焼いてしもてくれ言うて、女ごしに火つけてありましたもんですさかい。そんな事件が起こってようとは、 今日までちょっとも知りませんなんだ。病院の方では偉い性いてて、どうしても今日中にお手もらわないかん言います。電話で夫に相談しましたら、そういうこっちゃったら合わん言うわけにいかんやろ。と、夫も言います。そんでとうとう承知した胸答えますと、これからすぐに伺うように、 病院から美つ子さんの方位知らすいうことになったのんです。万字その十三。ところが、その電話のありましたのんが二時頃のことで、それから三十分もした自分に、もうみつこさんが来やはりまして。私はまた、なんぼ病院が咲いてたかて、 いつも出てくるときには一時間も二時間もやつしやはるよって、どないしても来るのは夕方か晩ぐらいになるやろ。まさか来ないに早いとは思いもよりませんなんだのに、門のベルがじいじいなって、上がり口のコンクリンの上踏むゾーリの音が、玄関から奥のままですっかり開けきってありましたよって、スーッと表から吹き込んでくる風と一緒に、 懐かしい匂いが老つとてきますね。あいにく夫はまだ帰ってきてませんし、立ち上がったままどこぞ逃げ道でも探すみたいにうろうろしてますと、取り次ぎに出た女腰がバタバタ走ってきて、奥様、奥様、言うたなり、顔の色変えてるのんで、わかってる、わかってる、三つ子さんやろ、言いながら、自分で玄関に出て行こうとして、 あの、ちょっと、ちょっと、と、誰を呼ぶのかわからんことを言いながら、あの、ちょっとまっとくな晴れ言うて、下の八条へ通しといて、と言いつけといて、二階上がって、寝室のベッドの上で、しばらく動機の静まるのを待ってから、やっと起き上がって、顔色隠すために、方辺に少し濃い目につけて、 白ブドウ酒をいっぱい飲んで、思い切って降りて行きまして。私は、仕切りのすだれの向こうに派手な模様がちらちらして、ハンカチで汗をさえながら座ってはるらしい姿見ると、もうまた胸がドキンドキン言うてきましたが、みつこさんの方でもすだれ腰にこっち見てなさって、入って行くのを待ち構えたように、こんにちは。 言うて、ニコニコ笑いなさるのんです。あて、姉ちゃんにあんなりご無沙汰してしもて、悪いとは思っててんけど、あれから後にいろいろなことあったりして。それに、姉ちゃんあの晩のこと、どないもてはるねんやろ。きっと腹立ててはれへんやろか思ったら、つい敷きがたこなってしもて。と、遠慮しいし、こっちの顔色をうかごうては、そないいなさるのんが、やっぱり慣れ慣れしい昔の口調で、 なあ、姉ちゃん。あんた今でも怒ってなはんのと、私の目の中を覗き込みなさるのんです。私は無理に、徳光さんと、改まって呼びかけて、今日はそんなお話するつもりでお目にかかったんと違います。言うてやりまして。そうかって姉ちゃんがあの時のこと堪忍してあげる言うてくれへんなんだら、 あてかて話でけへんもん。い,いえい,いえ。私は中川さんの奥さんのことについて、SK 病院から頼まれましたさかい。そのことだけ聞くように、夫の許し得たあるのんです。そやよってに、どうぞその他の話はせんといてちょうだい。それからあの、先導のことはみんな自分がアホ出してんよって。誰恨んだり怒ったりすることあれしませんけど。 あんたも今更私のこと、姉ちゃんやなんて言わんといてちょうだい。そうでないと私、ここにいられへんようになります、さかい。そない言うと、今度はさすがにしおれ帰って、うつむいたまま、縄のようにねじくったハンカチをぐるぐる指に巻きつけながら、思わせぶりに涙ぐむような風して見せて、そんなも物も言いなされしませんね。あんたかって、 めったにそんな話しに来たんと違いますやろ。さあ、要件の方聞かしてちょうだい。あて、姉ちゃんにそんな言われたら。と、やっぱり三つ子さんは、姉ちゃん言う言葉つこて。言いたいことも胸に使えてしもて、ちょっとも出へんねんけど。ほんま言うたら、さっきのあの電話のことな。あれ、ほんまは、中川の奥さんと違いまんねん。ふ そんなら誰のことですね。その時、三子さんは、目と目の間にシワを寄せて、くすっとけったいな笑いをしたと思ったら、あてのことやわ、言うのんです。そしたら、病院に入院してる言うのは、あんたのことだっか。まあ、この人は、どこまで厚かましいねえんやろ。自分が、 わたぬきの種宿して、どうにも始末に困ったのんで、またしてもうちを利用しに来るとは。散々人に苦水飲ましときながら、まだ足らんのか。私は、体中古手くんのをじっと押し沈めて、できるだけ空とぼけて聞いてやりました。うん、そうやねんわ。みつこさんはうなずいといてから、 入院さしてほしい言うてるねんけど、入院さすわけにいかん言われてんねんわ。と、なんやつじつまのあわんことを言うて、それからぼつぼつ話し出すのを聞いてみますと、あの、私から買った英語の本見て、幾通りもの方法をやってみたところが、どれも安定いかんらしいので、ぐずぐずしてたら人目につくようになってくるし、気が気でのうて、綿抜ぬきの知ってる人に、 土生町の薬屋の番頭さんがあるのん幸い。その本に書いてある処方に従うて、薬もろて飲んだんやそうです。もっとも番頭さんには事情を明かしたんやのうて、ただ必要な薬品だけもろて、それをええ加減に調合したのんで、待ちごてたんかどうか、よんべんにわかにお腹痛なりだして、お医者さん呼んでる間にえらい出血した。そんでお医者さんに分け離して、 どうぞ家の門に内緒でどんないぞしてほしい、言うて。オンメドンと二人で頼みますと。出入りのお医者さんでんねんけど。難儀ですな、言うて。ため息つくばっかりで。これはどうも私には困ります。きっと手術して出さんといかんでしょうが。どこぞ専門の病院で心安いところがあったらそこへ行って相談してごらん。私は応急の手当だけしときます。言うて。 手を逃げてしも頼んで、SK 病院やったら院長さん知ってるからどないなどしてくれはるやろ思って、餌になってから出かけて行って診察してもろたら、そこでも同じこと言うてなかなか聞いてくれはれへん。なんでもそこの院長さん言うのは、今の病院建てるときに徳光さんのお父さんからお金出してもらえはったんやそうで、三子さんと梅丼とで出会わすようにして頼むと、 弱りましたな。弱りましたな。言うて。前やったらこんなぐらいのことはどこの医者でも引き受けたのんですが、ご承知の通りこの頃は世間がやかましいのんで、うかつなことすると私一人やない、お宅の不名誉になるようなこと起こらんとも限らんのんで、そうなったらお父様に対して申し訳ありません。それにしても、なんで今までほっといたんです。来ないならうちやったら、 せめて一月も前やったらどないなとしてあげたのに。言うのんですけど、そえしてる間にも、時々お腹痛なって出血するのんで、ここで何ぞのことでもあったら病院に権嘩がかかりますし、そうかて苦しんでるもんを黙って見てる言うわけにいかんし。一体、誰に押せてもろて、どんな薬飲んだんか言うてください。それ聞いたかて、できるだけ秘密にはしときますけど、 毎日問題になった場合に、その人が承認に際になってくれたら、手術してあげる。言うもんです、さかい私から本買って、こう,こうした言うことを話して。私がいつもその本の方法を実行して、目的達してるもんですから、自分も安定行くやろう思った。いうようなこと喋ってしもた。そしたら、院長さんしばらく考えてて。こないなことは、お医者さんやのうても、 経験のある仕事の方が帰って手軽にラジオをやれる。西洋の女やらはこないこないして、人の手からんと自分で始末してしまうのが常識みたいになってるさかい。私が熟練してるのんなら、いっそ私にしてもろたらええのやけど、言うたりして。とにかく事件が難しなっても、私が責任を負ってくれたら手術してあげる。 それが嫌やったら本貸したのんが災難やと思ってどないぞしてくれたらどうやろ。お医者さんとちごて私やったら知れる心配も少ないし、知れたところで大した問題になれへんやろ。そんない言われたんやと、ま、みつこさんは言うのんです。なあ、姉ちゃん。あて姉ちゃんにそんなことしてもらおうとは思てへんけど、隣にしといたら時々痛み出してたまらんし。 怖い病気になったりすることもある言われたので、姉ちゃんが責任を負う言うてくれたら、手術してもらえるのやけど、責任を負う言うたかって、どないしたらええのと、聞いてみましたら、病院行って、院長さんの前で、誰ぞ第三者に立ち寄ってもろて約束するか、そうでないのなら、後日のためにちょっと一筆書いてほしい言うのですが、 そんなことうっかりでけしませんし、それに、みつこさんの言うことどこまでがほんまか。よんべ出血したいう病人が、別にやつれた風ものをで歩いてるのもおかしいし、さっきの電話は病院で医局の人にかけてもろった言うのんですけど、そんな人が中川の奥さんの名は語るはずもなし、なんぞまたわけでもあるような気して、めったなこと言われへん思てるうちに、 ああ、いた。また、いたなってきた。言うて、お腹さすり出しなさったのんです。万事。その十四。どないしなはってん。言うてるうちに、みるみる顔が青なってきて。姉ちゃん、姉ちゃん、はよ便所いつれてえな。言いなさるのんで、どないなことになるのやら、こっちも慌てて。 畳の上はい回るようにして春の抱き起こすと、はあはあ言いながら、肩に寄りかかって歩きや春のがやっとですね。私は便所の外に立って、どうだんね、どうだんね、言うてましたが、うなり声がだんだんしんどそうになって、うむ、苦しい、姉ちゃん、姉ちゃん、言いますよって、夢中で中へ駆け込んで、 しっかりしなはれ、しっかりしなはれ、と、刀でたげて、何ぞ織物でもしたんかいな、言うと、黙って首振って、あても死ぬ、死ぬ、助けてほしい、と、ほんまに消えてしまいそうな虫の息で、姉ちゃん、と、一声大きく呼びながら、両手で私の手首にしがみつきますね。 こんなことぐらいでなんで死んだりするかいな、みっちゃん、みっちゃん。言うて力づけたげても、もう目見えへんようにドロンとなった人見上げて。姉ちゃん、当て管にしてくれるわな。当てこないして、姉ちゃんのそばで死ぬのんやったら本望やけど。と、そんな言うのがちょっとぐらい狂言としたかって、握ってる手次第に爪となってくるような気しますし、そうかて、 お医者半読ん,んであげようか、言うても。姉ちゃんに迷惑かかるよって読んだらいかん。死ぬのやったらこんなに死なして、言いますし。どっちみちそんなりにしとかれしませんので、女ごしに手と手もろて二階の寝室へ運びまして。なんせ、とっさの場合ですよって、布団敷いてるまんもあれしませんし、寝室入れるのはどうやら知らん思たんですけど、 下はみんな見透かされる夏座敷ですし、諸ことなしに備えしたのですが、ようよう寝室に寝さしてしもてから、時期に夫とお梅戸んとこへ電話かけに行こうとしますと、姉ちゃん、どこも行ったらあかん、言うて、田本をぎゅっと握ったまま、ちょっとの間も話しなされしません。もっとも備えしてるうちに幾分か落ち着いてきたらしゅ。 もう先のように苦しがらんようになりはったのんで、まあこの分ならお医者さん呼ばいでもよかった思うと、その時だけはほんまにほっとして助かったような気しましてんそんな具合で私はそば離れることできしませんよって、お便所汚れてるさかいすぐ掃除しといて、言うて女ごしゅしたいやってしもてから、何ぞ薬でも思いましてんけど、 いらん、いらん、と、いやいやしなさって。姉ちゃん、帯緩めてえな。言いなさるのんで、帯ほどいたげたり、血のついたたび脱がしたげたり、アルコールと出し麺持ってきて、手足拭いたげたりしましたのんですが、そのうちにまた発作起こって、苦しい、苦しい、水、水。言いながら、 シーツや枕、手当たり次第にかきむしって、体をエビのように曲げてもだえなさるのです。私はコップに水汲んできて、えらい暴れてて飲まされしませんのも、無理に押さえつけながら、打ち写つしに飲ましてあげると、美味しそうに喉をぐいぐい言わしながら飲んでしまうとまた、苦しい、苦しい、言うて、姉ちゃん、 ごしやよってに、あての背中の上に乗って、ぎゅっと押してえな。言うたり、どこを揉んでほしい、かしこを撫でてほしい、い言うのんで、言われる通り、揉んだりさすったりするのですけど、ちょっと治ったか思うと、またすぐ。痛い、痛い。言うて、なかなか収まりそうもあれしません。そんでしばらくでも楽になった間には、あ、はあ。 ああ、こんな苦しい目に遭うのも、みんな姉ちゃんの罰やな。これで死んだら、姉ちゃんかってもう堪忍してくれるかしら。と、一人ごとのように言うて、さめざめ涙流すのんです。それからまたしてもいいとなりだして、今度は前よりももっと苦しそうにのたうち回って、なんや血の塊みたいなもんが出たらしい、言うのんですが、何べも、出た、出た。 言うたんびに調べてみたかて、ちょっとも備えなきゃあれしません。神経でそんな気すんねんわ。何にも出てへんやないかいな。出てくれへんなんなら、あても死ぬわ。姉ちゃんはあてが死んだらええ思てんねんやろうな。なんでそんなこと言うの。そうかて、あてにこんな地獄みたいな苦しみさしとかんと、早よ楽にしてくれたらええのに。姉ちゃんやったら、お医者んよりよう知ってるくせに。 そんな言い出した言うのは、いつや私が、本ちょっとした気臭さいやったら何でもない、言うたことあったよってですけど、もう私には、さっきの出る出る言う騒ぎの自分から、今日のことが、みんな狂言や言うことが分かってきましたのんで、ほんま言うたら、実はその前からだんだん気ついてきてながら、知って騙されてたのんで、みつこさんかて、 私が騙されてるふりしてんのを見抜いてながら、どこまでもズうずうしゅう芝居してはりますね。そんでそいから先は、お互いが自分で自分あざ向きようって。もうそんなこと、先生はようわかってはりますやろけど、結局私は、ミスミスみつこさんの仕掛けたわない自分を落とし込んでしまいまして。はあ、その赤いのは、 何をつこたのんか聞かんとしまいましたんで、今でも時々不思議に思いますのんですが、何ぞ芝居に使う血糊りのようなもん隠しといたのんと違いますやろうか。姉ちゃん、そんならもうこないだのことちょっとも怒ってへんわな。きっと堪忍してくれるわな。今度こそ騙したら、あてあんたを殺してやるわ。 あてかて、さっきみたいな白状なこと知られたんやったら、生かしとけへん。うん、一時間ぐらいの間に、すっくり元のなれなれしさに戻ってしまいましたのんですが、そうなると私は、急に夫の帰ってくるのが、こうなってきまして。一旦、ああいうわけになったのが、よりが戻ってみましたら、その恋しさは前よりまして、 もうちょっとの間も離れとないのにこれから先どないしたら毎日会えるねんやろうかああどないしよみっちゃん明日も来てくれるわなここのうち来てもええのええか悪いかもうそんなことあてにわからんそんなら一緒に大阪行けへん明日姉ちゃんのええ頃に電話かけるわあての方からも電話かけるわ そんな言うてる間に、じきに夕方になってしもたのんで、今日はもう帰るわな、はずさんが戻ってきやはるさかい。と、短くしようとしなさるのも、もうちょっと、もうちょっと、言うて、何べんも引き止めましてんけど。まあ、やんちゃっこやな。そんなわからんこと言うたらいかん。明日きっと知らしてあげるさかい。おとなしして待ってな、晴れや。 今ではあべこべに私の方がたしなめられて、5時ごろに帰って行きやはりまして。夫はその自分、大概帰りが6時ごろでしたけど、その日はいくらか心配して、早帰るかしらん思てましたのに、やっぱりこないだ中からの事件が引き続いてると見えて、それから1時間ぐらい経ってもまだ帰ってけえしません。私はその間に、 部屋片付けたり、寝台きれいに直したりして、床の上に折ってた三つ子さんの旅拾って、帰りしなに三つ子さんは私の旅履いて行きなさったのです。その、染みの跡見つめながら、まだなんやしら、夢見てるみたいにぼんやりしてまして。夫にどない言い訳しよう。この部屋つこたこと言おうかしら。言わんとこかしら。 どんない言うといたら、これから先会うのに都合えかしらと、そんなこと考えてたら、にわかに、帰りはりましたで。と、下から知らしますのんで、旅、タンスの引き出ししもて降りていきますと。どうしたんや、さっきの電話のことは。と、出会い頭にすぐそな言うのんです。うちほんまに何したわ。 あんたなんでもっと早帰って来てくれへんなんだ。僕かてそう思てたんやけど、あいにくとようが片付かなんだのんで、一体どないした言うのんや。んでもかんでも、次期病院まで来てくれ言うねんけど、そんなことしてええか悪いか分かれへんし、とにかく明日までまっとくなはれ言うたんやけど。そんでみつこさんいねはったんか。明日ぜひ一緒に行ってくれ言うて帰りはりまして。 お前があんな本貸すよって悪いのやないかいな。誰にも見せへんやはったよってに貸してあげたんやけど、ほんまにうちえらいことしてしもたわ。まあ何しても明日見舞いにいてこう。中川の奥さんかてまんざら知らん中と違うし。私はそない言うて、何はほっといても早速明日の口実をこしらえまして。 万事。その十五。その晩私は夜の明けるの待ち遠しいて、八時に夫が出かけてしもたら、飛びつくように電話口走って行きまして。姉ちゃん、えらい早いな、もう来たん。と、受話器通して聞こえてくるのが、昨日も聞いた声ですねんけど。 目の前で聞くのんとはちごた懐かしさにワクワクしながら。みっちゃんまだ寝てなはったんかあて今電話で起こされてんわ。あてもういつでも出られるわ。あんたも時期出てくれへんかそんなんやったら慌ててこしらえするよって、9時半に梅田の阪急行きてくれへんか ?9 時半にきっとやな。きっとやとも。今日はみっちゃん一日暇やねんわな。帰り遅なってもかめへんやろうか かめへんとも。はて、そのつもりで行くさかい。言うて、ちょっきり約束の時間に行ってましたら、なかなか来なされしませんので、またいつもみたいにやつしてなさるのんか思たり、騙されたのん違うか思たり、自動電話かけてみようとして、その間に飲んでしまいなさったら難儀や思てやめてしもたり、一人でじりじりしてますと、やっと十時過ぎに、 姉ちゃん、ライブ待ったん言うて、会社津口から息せき席切って走ってきなさいまして。どこ行こうみっちゃんどこぞええー、とこ知らん静かな、誰も言えへんようなとこで一日ゆっくりしてたいわ。そんなら奈良へ行こうやないか言われたのんで。あ,あ、そやそや、二人が初めて仲良を遊びに行ったのも奈良やった。 あの思い出深い若草山の夕方の景色。なんで今まであの記念の土地忘れててんやろ。ほんまにえとこ思いついたな。また若草山へ登ろな。言うて。ほんまにその時の嬉しさ言うたら。感激した時の私の癖でもうちゃんと涙ぐみながら。はよいこ、はよいこ。とせき立てて。 大宅の案内人に手取られてタクシー乗るまでは足が土につけしませんね。あてゆんべからどこにしよう思っていろいろ考えて奈良が一番ええ思てんわ。あてかけゆんべ、まんじりともせえへんねんけど、一体何考えててんやろ。あれからはずさん、時快適やはったん一時間ぐらいしてからやって。どない言うてはったんもうそんなこと聞かんといてえな。 今日は一日家のこと忘れてたいわ。習い着いたら、時期に大気の終点から乗り合いに乗って、若草山のふもとまで行って、何しろこの前の時とちごて、薄曇った暑い日でしてんけど、びっしょり汗かきながらてっぺんまで登って行って、れから山の上にある茶店で休んでるうちに、前の時みかんころこばしたりしたのを思い出して、 ちょうど夏みかん売ってるのんこうて、二人でコロコロコロこばしましたら、下にいる鹿がびっくりして逃げますね。みっちゃん、お腹減ってへんか減ってるけど、もうちょっとここにいてたいわ。あてかていつまでも山の上にいてたい。なんぞお菓子んでも食べて辛抱しとこう言うて、昼ごはんの代わりに煮抜き食べながら、 大仏殿の屋根から、生駒山の方を見てますと。この前、わらびやつくし、たんと取ったわな、姉ちゃん。言うて、もう後ろの行居ても、何にも生えてへんやろか。そら今頃居たかて何にもあれへん。そんでもこないだ居たとこ居てみたいわ。言いなさって、あれから後ろの病続く谷の方へ降りて行きましたら、 春でもあの辺はあんまり人のいかんとこですよって、夏はなおさら寂しいて、木や草ばっかり行散茂ってて、なかなかそんなとこ、一人やったら来られへんようなものすごい気するのんですけど、二人は結局誰も見てるものないのええことにして、草のぼうぼう伸びてる影に、それこそほんまに、 大空の雲より他に知ってるもののない隠れ場所見つけて、みっちゃん、姉ちゃん、もうもう一生仲良しような、あて、姉ちゃんとここで死にたい。と、お互いに備え言うたなり、それからあとは声も立てんと、どのぐらいそこにいたのんやら、時間も世の中も、 何もかも忘れて、私の世界にはただ永久に愛しい三つ子さん言う人があるばっかり。そのうちに空がすっかり曇って、冷や濃いもんがぽたりと顔に落ちましたので、雨降ってきたな。憎い雨やな。濡れたらしょうがない。本降りになら間に早降りよ。言うて、慌てて山降りてしまいましたら、 ほんのパラパラ落ちただけで、もうちゃんと病んでしもてますねんがな。こんなぐらいやったらもうちょっといてたらよかったな。ほんまになんちゅういじわるやめやろ。言いましてんけど、降りてみたらにわかに二人ともお腹減ってきましたので、ちょうどお茶の時間やさかい、ホテルでもいてサンドイッチ食べようか。言いますと、みつこさんが、あてえとこ知ってる 言いなさって。大器のすぐそばにある新温泉へ行って。ここは私初めてですねんけど、宝塚と同じような家族温泉やなんあって。みつこさんがちょいちょい行きなさると見えて、中井さんのなあやら中の勝手やらよう知ってなさるのんです。そんでその日一日遊んで、大阪に戻ってきましたのんは八時頃でしてんけど、 そいでもまだ別れるのが嫌で嫌で、どこまででもひっついて行きとうて、一緒に阪急で足屋川まで送っていきながら、ああ、またなら行きたいな、みっちゃん、明日出られへん。明日はもっと近いとこにせへんか久しぶりで宝塚はどうやろう。そうならきっとやで。言うて別れて、帰ってきましたら十時地校になってるのんです。 あんまり遅いのんで、さっき病院に電話かけたとこや。言われて、私はハッとしながらとっさにうまいこと考えついて、電話かけても別かれへんなんだやろ。言いますと。うん。中川ゆうと入院してへん言うのんで、んぞわけあって隠してるのんか思ったのやけど。それがな、いてみたら中川の奥さんやあれへん、みつこさん自身のことやねんわ。 そんな言うと、金の木や張った時も、なんや様子けったいな思ててんけど、自分のこと言うたらうちが会えへんやろ思て、中川さんの名前買った言うねんはそんならあの子が病院入ってるのか病院なんか入ってはれへん。こっちはそんなこととは知らんと、一緒に見舞いに行くつもりで誘いに行ったら、まあちょっと上がっとくなあれ、言うよって。 上がったことは上がったけど、いつまでたっても出かけようとしやはれへんのんで。はよ行コうな言うたら、実はあんたに頼むことがあるねん、言い出して。きんのもその話、しょう思って行ったんやけど、言うて。どうもこの頃、体の具合が普通ではない。妊娠したのかもわかれへんよって、そんなことにならんうちに、なんぞ知恵貸してくれへんか。あの本読んでみたけど、なんや英語でわかれへんし。 やり損のうたら怖い思うし、言うね。うーん、呆れた子やな。そんだけのことに昨日みたいな嘘つくやなんて湿気やないか。うちも散々心配さされて、人馬鹿にしてるおもてんけど、なんとも他に工夫つけへんのんで、あんな嘘ついてしもたんやさどうぞ悪思わんといて、言うて。おめども出てきて謝るよって。それにしたかて。 他になんとか嘘のつきようもあるやないか。あんまりやり方がえげつない。ふ <laughs> そらそうに違いないねんけど、昨日の電話も男の声やったし、きっとあの綿ぬき言う人な。あの人が陰で指図し,したのに決まってるわ。なんぼなんでもみつこさんだけやったら、あんなややこしい嘘つくはずあれへん。うちも腹立って腹立って。そんな頼み聞く耳持ってしません。これで失礼します。 言うて帰ろうとしたら。まあそんない言わんとどうぞ助けてちょうだい言うて、右と左からたもと押さえて、こんなことから秘密、親たちに知れでもしたら、どうぞして綿きと一緒になりたい思ってるのがみんなあかんようになってしまう。そしたらあて生きてられへん、言うて。みつこさんは泣きやはるし、どうぞどうぞ父ちゃんの命助ける思て、どないぞ心配したけとくなはれ、言うて。おめどんは手合わして拝むし、 そんなんしてもろたらどないしてええか分かれへんようになってしもって。もうも、ん、うん、往生したわ。そんでどうしたそんでもうちめったなことおせられへんよって。私何にもそんな方法しれしません。あの本貸してあげただけでも悪いことした思てますのに。そんな怖いことなんでできますかいな。誰ぞ知ってるお医者半頼んだらよろしいがな。言うてんけど。 そなしてる間に、にわかに美津子さん苦しみ出しやはって、えらい騒ぎになって。そんな風に、喋ってるうちに、そばからそばから、いろいろな作りごと考え出して、銀のの出来事をええ具合に織り混ぜて、美津子さんはあの本の処方で、四べの間にそっと薬飲んだらしい。それがちょうどその時聞いてきて、だんだん痛みをが強なって、と、 そこは昨日見た通り詳しいに話して、そないになってくると自分にも責任あるよって帰るに帰られへん。そんでとうとう今までそばについてあげてたんや、と、うまいこと言い抜けしましたのんです。万事、その十六。今日もちょっと見舞いに行ってくるわ。ほっといても気がかりやし、乗りかけた船やよってしょうがない。 言うて、そいから五六日の間というもの、毎日のようにどこぞでおてましてんけど、どこぞ人に見つけられへんとこで、毎日二三時間ぐらい会えるとこあったらええのにな、思てますと、そんなんやったら大阪の市中の方がええし、静かなとこより帰って街中のごたごたしたとこの方が人目につけへんし、言いなさって、いつや姉ちゃんに着物持ってきてもろたうちな、 あっこやったら気心もようわかってるし安心やねんけど、あっこにせえへんかいやはりますね。あの笠屋町の宿や言うたら、私にとったら忘れられへん、悔しい悔しい思いであるとこですのんに。まるでこっちの感情も何も踏みつけにした話ですねんけど、そんな言われても。うん、そうやな。なんや決まり悪いけど、いてもええな。言うて。 腹立てることもできんと、おめおめひっついていったぐらい、すっかり足元見られてしもてましたのんです。それに、決まり悪い言うても、はじめの日だけで、慣れてみましたら、お名護しや会いも心得てて、帰りが遅なった時やらは、家の方へ電話かけて辻つまうようにしてくれますし、そんなわけでしまいには、別々に出かけていって、ここから電話で呼び出したり、 何ぞ休養できた時には、お梅どんから知らしてもろったり。まあ、それもよろしいのんですけど、みつこさんの家ではお梅どんだけやのうて、お母さんも、他の女ごしも、みんながそこの家の電話番号を知ってるらしいて時々私やみつこさんにかかってくることはありますのでで、何ぞうちの方へように騙したるに違いない思ってたのですが、ある日、一人で先いて待ってた間に、 へえ、そうだす。へえ、い,いえ、あの、さっきから待っておりますけど、まだ気が晴れしまへん。へえ、へえ、そんな言うときます。いいえ、どういたしまして。私の方こそ、いつも奥様でありまして、えらいお世話になりまして。と、電話口で、そな田中井さんが言うてるのが、なんや知らん決いですので、今の電話、徳光さんとこから違いますか言いましたら、そうだす。 言うて、くすくす笑うてるのです。あんた今、いつも奥様が出張りまして、言うて張りましたな。あれ一体誰のつもりで言うてなはったん言うと、またくすくす笑うて、奥様しやはれしまへんのか奥様とこのおなごしのつもりで言うてますね。言うやありませんかそれからよう聞いてみましたら、そこのうちが、 私んとこの大阪の事務所や言うことにしたあるのやそうですね。中井さんがこれこれ言うてたけどほんまかいな。言うて、三子さんに頼んでましたら。うん、そうやねと、平気な顔して。姉ちゃんとこの事務所、今橋と南と二つある言うて、ここの番号を押せたあるね姉ちゃんかってんぞ家の方いい、そんな言うといたらどうやの仙場の店の出店や言うてもええし、 あての家でい,いかなんだら、いかげんなな、言うといたらええやないか言いなさるのです。そないして、だんだん私は、抜き差しならん深みはまっていきましてんけど、こいではいかん、思たところで、もうそうなったら、どないすることもでけしません。私は、自分が三つ子さんに利用しられてることも、姉ちゃん姉ちゃん言われながら、 その実、馬鹿に知られてることも感づいてまして。はあ、そら、いつや、みつこさんが言うてなさったのに、異性の人に崇拝しられるより、同性の人に崇拝しられるときが自分は一番誇りを感じる。なんでや言うたら、男の人が女の姿見て綺麗思うのが当たり前や。女で女を迷わすことできる思うと、 自分が備えまで綺麗のんかいな、勇気して嬉してたまらん、言うので、確かにそういう共栄心から、夫に対する私の愛を自分の方へ奪いなさることに興味持ってなさったのでしょうが、それに従って、三子さん自身の心は、綿抜きの方へ吸い取られてたことはようわかってまして。けども私は、 どんなことあっても二度と別れるいうことでけへん気持ちになってましたよって。分かってながらわからんふうして、お腹の中ではなんぼや気持ち焼いてたかって、わたぬきの輪の字も口出さんと、そしらん顔してましたのんで、そんな具合に弱点見抜かれてしもたら、姉ちゃん言うても私の方が妹みたいに機嫌取るようになってしもって、ある日いつものうちでおてますと、 姉ちゃん、あんたいっぺんぬきにおてくれる気ないか言いなさるのです。あの人姉ちゃんどう思ってるか知らんけど、いつやあんなりになってしもてて、なんや気持ちがすまんよって、ぜひ姉ちゃんに合わしてほしい言うてんねん。ちょっとも悪い違うし、おたらきっと姉ちゃんかて気に入る思うねんけど。ほんまにそうやな。あんなり言うのもけったいなし、向こうがそんな言いやはんねんやったら、あてもおときたいな。 みーちゃんの好きな人やったら、あてかてきっと好きになれるうん、そらきっとそや。そしたら、今日でもおうてくれるかいつでもかめへんけど、あの人どこにいてんのさっきから、ここのうち来てんねん。私も多分、そんなこっちゃろ思てましたのんですが。そんならここ呼ぼな。言いなさって。あの人に来てもろてちょうだい。言うと。 時期に綿たきが入ってきまして。やあ、お姉さんですか。と、この前の時は奥さん言うたのに、お姉さん言う言葉つこって、私を見たら恐縮したみたいにズボンの膝揃えてかしこまって。あの時は誠にえらい失礼しまして。言うて。なんせいつやらは夜遅うもありましたし、それにあんなわけで、 人の着物を借り着してましたし、その日は明るいマピルマのことですので、本の上着に白セルのパンツ履いてるのが、ちごた人のような印象を受けたんですけど、年は二十七、八ぐらいで、この前の時の感じよりももっと顔の色白うて、やっぱり美男子やなとは思いましたけど、正直のところ言うたら、表情が乏しいて、 絵に描いたように綺麗なばっかりで、ちょっとも近代的なとこあれしません。この人、岡田時彦に似てるやろ。と、備な光子さんは言いなさるのですが、時彦よりももっとずっと女性的で、目が細うて、まぶたが腫れてて、眉の間を神経質らしゅう、ピクビクく刺す癖あって、なんや知らん陰軒らしいのんです。ええちゃん。 何もそないかとならんかてええし、ええちゃんちょっとも気にかけてはれへんさかい。言うて、いつこさんは一生懸命取りなしなさるのんですけど、私は私で、どうも虫の巣感やっちゃ思たらどないしても打ち解けられませんし、綿抜きの方もそれに感づいたのんか、不愛想な顔にっこりともささんと、いつまでたっても膝崩そうともせいしませんのに。 みつこさんだけはなんや一人で面白そうに笑いなさって。どんないしたん、ええちゃん。あんたけったいな人やな。言いながら、難しい顔してるわたぬきの方を意味ありそうに上目で睨んで。そんな顔してたら、ねえちゃんに悪いやないか。言うて、指の先でほべたつついたりして。あのな、ねえちゃん。ほんま言うたらこの人、やきもち焼いてんねんし。いや、はりますね。 嘘です、嘘です。そんなことあれしません。そら誤解や。嘘やあれへん。そんなら先のこと言おうか。先どう言うた僕は男に生まれたのが悔しい。姉ちゃんみたいな女に生まれたらよかった言うたやないか。そらは言うた。そやけどそらやきもちやあれへん。そんない言い合いしてるのが、私にお世辞使うために、ちゃんと二人で相談しといて言うてるのかわかれしませんし。 相手になるだけアホ臭いもて黙ってますと。まあまあ姉ちゃんの前でそんないに僕に恥かかさんでもええやないか。そんならもっと機嫌ようしたらどうやねん。言うて、ずるずるべったりにやきもちげんかやめてしもて。そいから帰りしなに三人で鶴屋食堂行ったり、小畜見たりしましたけど、そいでも三人とも心からしっくりとはしませなんだ。 万事。その十七。そうそう。そんで私、最前言うのを忘れましてんけど、家の方いは、三津子さんのお父さんの手掛け班のとこや言うて、笠谷町の電話番号を押せときましてん。それ言うたら、ほんまにおかしなことですねんけど、三津子さんは、先場の視点や言うたら、どうやのん、言いなさるのんですが、そんなとこいてなさる言うのん、決いなし。 いっそ病院に入院しなさった言うたらとも思ったのんですが、病院やったらいつまでも退院せえへん言うわけにいかんし、それに夫が事務所の帰りにでも迎えに来たら時期わかるし、どこに小難思て難儀してますと、こないしたらどう出す言うて大目どんが考えつきまして、もっともそれには、三つ子さん妊娠しやはった言うことにせんと具合悪いのんで、 お薬飲んでもうまいこといかんと、お医者班も手術してくれへん。そのうちにだんだんお腹大きなってくるよって、とうとうお母ちゃんに打ち明けてしもた。それでお父さんの手掛け半の家へ子供生まれるまで引き取られてる。その手掛け半の家言うのは、笠谷町の井津という宿屋で、電話番号は何番でと、ちゃんとほんまの名前押せといたら、電話帳見たかてその通りやし、 迎えに来られても土つ,つま合うし。そしたらあて、姉ちゃんとこへ遊びに行くとき、懐岩田でも詰めてお腹大きしていかんならんわな。言うて、大笑いになりましてんけど、それやったら一番わかる気遣いない言うのんで、そないしましてそうか、みつこさん腹ぼてになったんか。言うて、夫はすっかり間に受けて、さすがに気の毒そうな顔しますので、 それでもあんた、そんな悪いこと手取ったらいかん言うたやろ。そやよってうち、どない頼まれても押せたげへんなんで。そいで子供できるまでは一足も外へ出たらいかん。じっとすっこんでなはれ言われて、押し込めみたいにされてるのんで、退屈で退屈でしょうがないさかい。毎日でも遊びに気くなはれいやはるねんけど、どないしよう知らん。うちかてきっと恨まれてるかわかれへんし。 ほっといたら寝覚め悪いしな。それもそうやけど、また関わり合いになったら何するぜふんふん、<laughs> うちもそない思うねんけど。今度中今度はいろいろ苦労したせいか、だいぶ人間変わってきてはんねん。それにそないなったら、もうどないしても綿たぬきと一緒になるより他ない言うて、割に落ち着いてはるし、家の方でも結局そないさすようになるらしいねんけど。 なんせ今のとこ、誰一人たんねたげる人もないので、頼りにすんの姉ちゃんだけや言われると、なんぼ自業自得や思てもかわいそうになってくるね。なあ姉ちゃん、あてにややこできたら、まさか姉ちゃんかて誤解されるはずないやろ。あてそのうちに渡抜ぬきと一緒に、姉ちゃんの旦那さんとこへ謝りに行くさかい。これからほんまの兄弟みたいにつき寄ってくれへん。こないだもそない言うてたし、 夫はそれでもまだ心から納得せえへん様子でしたが、なるだけ気ぃつけた方がええで、言いながらそんなり多めに見てしまいましたので、それから後は、奥様家張りますか、言うて、笠屋町から大平に呼び出しかかってくる。こっちからも遠慮のをかけられる。晩ご飯頃まで遊んでると、ええ加減に帰ってけえへんか、言うて、 夫からかかってくることもある、いう具合で、ほんまにおめど、うまいこと考えてくれた思てまして。それから、さっきの綿抜きのことは、そんな調子で、せっかく引き合わしてもろても、あんやお互いに探り合いしてて、ちょっとも気許せしませんので、その日一遍おたなりどっちからもあを言い出したことあれしませんし。 みつこさんも二人を仲良さすことは諦めてしもたらしいのんですが、何でも三人で小言い,いた、あれから半月ぐらい後でしたやろか。夕方5時半頃まで遊んでましたら、姉ちゃん、さっき行んでくれへんあてもうちょっと用あるよって、と、追い立てるようにしなさるのんで、常時のことですよって腹も立てんと、そんなら先き犬は言うて、 その宿屋の老子出ましたら、公園でお姉さんと後ろから呼ぶもんあるので、振り向いてみたら綿抜きですね。お姉さん今お帰りがけですか言いますよって。へえ、そう出す。みっちゃん待って春酒井早よったげな晴れ、と。わざと皮肉に言いながら、私はタクシー捕まえるつもりで、あの通りを袖門町の方へ歩いて行きますと。 ちょっとちょっと、言うて、ひっついてきて。僕実は、お姉さんに聞いてもらいたいことはあるのですが、差し支えなかったら一時間ぐらい、この辺散歩してくれませんか言うのです。そら、どんなお話か聞かしてもろてもよろしいですが、さっきからあんた待ってなさるで。あ,あ何、それやったらどこぞから電話かけときます。言うて。 二人ではこの梅園に入って前菜食べながら電話買って、それから田宰門橋を北の方へ歩き歩き話しまして。僕今電話で急な用事ができたので、ここ一時間ほど遅なるかもしれん言うておいたのですが、お姉さんとお目にかかったこと内緒にしといてもらえまへんやろか。それ約束してくれはらんとお話しすることをできんのですけど。 私は人に喋るな言われたら、どんなことあっても喋れしません。けど自分だけ正直に約束守ってると、時々人にはめられて、バカな目に遭うことがあるので、そんな言うてやりましたら。ああ、お姉さんは、何でもかんでもみっちゃんのしたこと、僕の差し金や。僕が操ってるのんやと思いですやろう。そら、そう思われてもしょうがないわけあるいうことはようわかってます。言うて。下向いてため息ついて。 お話しした言うのも実はそのことなんですが、一体お姉さんは僕とお姉さんとどっちがよけ愛されてる思いますお姉さんとしたらなんや、僕らに馬鹿に知られてる。利用しられてるとは思いですやろけど、僕かってやっぱりそんな気してるのです。僕はほんまに嫉妬感じてるのです。そらみっちゃんに言わしたら、姉ちゃんいてた方が家の方ごまかすのに都合へさかい。 あの人道具に使るのに言いますけど、もう今になって人を道具に使う必要ありますやろか。そんなもんあったら帰って邪魔になれしませんやろか。ほんまに僕を愛してるのなら、そえしてる間に結婚してくれたらええありませんか。私はちょっとも油断せんと聞いてましたけど、態度が偉い真剣らしいって、言うことも一通りもっとものように思われますね。 それでも結婚でけへん言うのは、なんぞみっちゃんの家の方に反対あるの違いますやろか。いつも私には、自分は早結婚したい言うてはりますで。そら口ではそんない言うてます。家で反対する言うこともほんまには違いないのです。けどそれにしたかて、自分が真面目にその気になったら、なんとかして親たちとき伏せる方法ないことないやろ思います。 まして今ではただの体と違うのに、どこへ行くことできますかしらはあ、そんな言いますので、そしたらやっぱりみつこさん、ほんまに妊娠してはるのんやろうか。けったいなこと言うな思いながら聞いてますと。うちの娘は100万円以上の資産家のところでないとやられん。一文なしのスカッピンの男みたいなんにやるわけにいかん。子供生まれたらどこいなとやってしまう言うて。 お父さんカンカンになって怒ってる言うのんですが、そんな無茶な話ありますやろか第一、子供がかわいそうで人道問題ありませんかお姉さんどう思われます言います、か井。それより私、みっちゃんに子供できた言うこと初耳ですけど、なんぞそんな系でもあったんですか言いますと。ええー、初耳言うて。 疑い深そうに、私の顔もじもじと穴の開くほど見つめてますね。へえ、初耳です。そんなことみっちゃん私に言うたことあれしませんそうかて。そしたらいつやお姉さんのとこへ否認の方法を聞きに行ったことあれしませんかそらありましたけど、否認したなんて言うの、ねえもああもない嘘ばっかりで、私に近寄るためにそんな口実こしらえてきたのんと違いますやろうか もとも私の家の方位は、みつこさん妊娠してはる。そいでちょいちょい見舞いに行くのんや言うたあるのんですけど。すると綿抜きは。んー、そうですか。言うたなり、いつの間にやら、ちばしった名詞で、唇の色まで変えてるのんです。んじ、その十八。なあ、お姉さん。 なんでそないに妊娠した言うことを隠すのでしょう。ことにお姉さんにまで嘘使いでもよろしいありませんかほんまにお姉さん知り晴れしませんのか言うて、なんや疑うてる様子で、何べんでも念押すのんですけど、ほんまのとこ私は聞いたことあれしません。綿抜ぬきの話では、もうちゃんと三月ぐらいになってて、お医者班にも見てもろった言うのですが、 それやったらいつや出血騒ぎの時にもそうやったはずですねんけど、三月やそこらでは素人に別れしませんし、それにその後で自分は子供できるはずないいうことを確か三子さん自身の口から聞いてますし、あの時のことは芝居売ってたのに違いない思てましたのんに、綿抜きの言う通りやとしたら、やっぱり私に気兼ねしてはったのんかしら。 なんで子供できるはずない言いましたかあの本の通りを実行してる言うのんですかそうやなかったらそんな体質や言うんですか綿抜きは盛大聞くのんですが、そら私かて、三子さんの前ではできるだけ綿抜きのことに触れらんようにしてましたよって、そない詳しゅう通ったことあれしませんし、そやけどこの間も天後に、姉ちゃんの家へ行くときは、お腹に綿でも詰めていかんなら、ん。 言うてはったぐらいやし、妊娠してはるとは思えしませんなんだ、言いますと。み子さんは真面目で結婚しよう言う気ないのや。それでもしも子供できた言うことをわかったらどないしても一緒に刺される。それが嫌やよって隠されるだけ隠してる。僕はそうに違いない思います。言いますね。綿たぬきの考えでは、 三子さんちゅう人は異性の愛より同性のの方が好きで、綿抜きより私の方がずっと愛されてて、そのために結婚したがれへん。子供できたり結婚したりしたら、私が逃げてしまうかもわかれへん思って、一日伸ばしに伸ばしといて、そのうちにお腹の子をええようにするとか、綿抜きに嫌気をこさすとか、どないぞしょう思てる。私はひがんでるせいか。 どないしても自分の方が備え愛されてる思いしませんのに。いや、そうです。確かにそうです。お姉さんは幸せです。言うて。ああ、それに引き換えて僕はなんちゅう不幸な運命の下に生まれたのでしょ。う、と。芝居のセリフみたいにふしつけて言いながら泣きそうな顔するのんです。それが初めておった時から女みたいな男やと思てましてんけど。 そんな言うて話してみますと、表情や物の言いようまで、女の腐ったんみたいにネチネチしてて、なんやうるさいほどしつこうて、横目でじろじろ、邪水深そうに人の顔色うかごうたりして、なるほどこれやったら、三つ子さんかてそない好きと違うんかな、言う気しますね。それからいつや、笠屋町で着物取られた時にしたかて、綿抜きは私呼ぶのに反対やった。 思わないになってんやったら同居を決めて、中居さんの着物買って帰ったらええ。そんで、来ない来ないのわけで、服を約束した男あります、言うたら、でけたことしょうがないよって帰って、はよ結婚できる。でけなんだら駆け落ちする覚悟決めたら、どうも怖いことあれへんのんに。あんな時に何にも知らんお姉さん呼ぶやなんて、そんな厚かましいことできるもんか。第一読んだかて来てくれへんに決まってる言うてんけど、 いつ子さんは、着物なかったら今晩家い,いなれへん、言うて。どないしても聞きはれへんなんだ。それやったらいっそのこと、こいからどこぞへ逃げようやないか、言うても。そんなことしたら後のために悪い境。あてがうまいこと言うて姉ちゃん呼んでみせる。あてが言うたらあの人いや言いやいうこと言われへん。ふっとぐらい怒られたかて、どないなとごまかしてやる、言うて。自分で電話かけに行きやはった。 そんでもあの時、誰ぞもう一人電話口に立って、こそこそ相談してたみたいでしたがな、言いましたら。そら僕かて心配やさかい、そばについてたんです。言いますね。そんなこといろいろ話しもって、知らん間に三級橋渡って、本町筋まで来てしまいましてんけど、私も綿ぬきも、もうちょっと話しまひょな、言うて。 電車道越えて北浜の方へ行きまして。なんせ私は今まで三つ子さんちゅう人を通してばっかり想像してて、何かにつけてただもう男が悪いのんや思てましたが、先からの様子見てましたら、そない嘘つきみたいとも違いますし、女性的なとこや疑い深いとこあるのんも、生まれつきにもよるとしたかて、 みつこさんの態度が備えさしてしもたのんかもわかれへんし、私にしたかて今までだいぶん騙されたおかげで、歪んでるとこあるねんし、それ考えたら無理もないとこもあるので、まあちょっとぐらい邪い混じってるとしたかて、とにかく本気で私に同情求めてるみたいに思われますね。もっとも自分より私の方が愛されてるいうのが、 どないしても私には信じられませんので。そら違いますやろ。そらわたきさんあんまり気回しすぎますで。言うて慰めてあげたのんですが。いやいや、僕かてそない思いたいのんですけど。絶対にそんなことあれしません。お姉さんはまだ、ほんまのみっちゃんの性質知りやはれしませんのんです。言うて。みつこさんは私に対しては、綿たきを愛してるみたいに見せかけ。 綿たぬきに対しては私を愛してるみたいに見せかけてる。そんなことすんの好きな立ちなんや。けどどっちや言うたら私の方を余計愛してるのんで、そうやなかったらあんなり絶好したみたいになってたのに、わざわざ病院の名前語ったりして会いに行くわけないやないか。一体あの時みっちゃんはお姉さんとこいてどんな具合に言うたのんですかどんなことからより戻ったのんですか 僕は後から聞いたので、詳しいことは知らんのですが、言いますよって、あの出血騒ぎの一件、みんな話して聞かしますと。うーん、うーん、言うて、一言一言びっくりしながら。そんな騒動した言うこと、僕は夢にも知りません。そらお腹大きかったのはほんまです。しかし僕は、子供できるのやったらできた方がええう意見で、薬飲んだり、 不自然な手段取ったりしたらいかん言うてたのに、自分勝手にお姉さんのとこへ相談しに行った言うのんで、後で怒ったぐらいですね。そうやけど、僕に内緒で薬飲んだことあったにしたかて、そない苦しんだり出血したりしたいうことは嘘に違いあれしません。一体その血みたいなもんなんですやろ。言うて、そのいまでして仲良うなりだ言うのんは、 私愛してるのんでないとできんことや言うのんです。なるほど、それもそうですけど、そうならなんで綿抜きとおうてはるねんやろ。ほんまに私好きやったら、もうとうに綿抜き放ってしまうのが当たり前やないか。それがおかしい、言いましたら。三子さん言うたら、自分がどない好きやな思ても、その弱点見せんようにして、向こうが自分をしとうてくるようにしむけたがる。 自分は絶世の美女やよっていつもタコを泊まってて、誰ぞに崇拝者さ,さんと寂しい。自分の方から言い寄ったりしたら値打ち下がる思い込んでる。そや境私に嫉妬を起こさして、自分が優越な地位にいるために渡抜き言うもん利用してるのんや。それに一つは、別れるやなんて言い出したら僕が何するや別れへん思って、怖がってるのんです。 今更そんなこと言える関係あれしませんのに、もしもそないなったら、僕は名誉と命をかけて、あらゆる復讐してやります。言うて、蛇みたいな目で人の顔をじろじろ睨むのです。万事、その十九。どうです、お姉さん。まだちょっとおよろしいですかええ、私やったらかめしません。 そしたらまた元の方へ戻りまよか。言うて、北浜の通りから南の方へ、今歩いてきた道帰りながら。結局僕とお姉さんとは仇同士に刺されてるのですが、僕が負けるのに決まってます。言いますよって、私はそえい思えしません。みっちゃんと私とはなんぼ熱烈に愛し合ってたかって自然に背いてる境。 もしどっちぞが捨てられる言うことになったら、私の方が捨てられます。みちゃんの家の方にしたかて、あんたには同情しやはりますやろけど、私に同情してくれる人誰もあれしません。言いますと。けどお姉さんのは、その不自然さという点に強みあると思います。なんでや言うたら、異性の相手探そう思うたら僕以外になんぼでもあるけど、 同性の相手やったらお姉さんの代わりになる人、他にちょっとあれしません。そやさかい、僕はいつでも捨てられるけど、お姉さんは捨てられることできません。言うて。あ、そうそう、そればっかりやあれへん。同性の愛やったらどんな男と結婚したかて続けていかれる。夫が何人変わったかってちょっとも影響せえへん。そしたらお姉さんとみっちゃんの愛は、夫婦の愛よりも永久不変や、言うて。 ああ、僕はなんちゅう不幸せな男でしょう。と、またしても例のセリフを繰り返すのんです。それからしばらく考えてて、な、まあ、お姉さん。言うて、僕、お姉さんに正直なとこ聞かしてもらいたいのですが、みっちゃんが僕を夫に持つのんと、他の男持つのんと、どっちの方をお姉さんは望まれますか言いますよって。 そら私かて、どうせみつこさん結婚しやはるのんやったら、前から事情知っててくれる綿たぬきと一緒になりやはる方が都合へんのに決まってますさかい、そない言いますと。そしたら僕とお姉さんとは仇同士になる理由はあれしませんやないか。言うて、もうこれからは同盟しよう。そしてやきもちみたいな焼くのんやめて、お互いに助けようって、馬鹿な目には合わされんようにしよう。 なんせ今までは二人離れてたために、三つ子さんの思うままに利用しられた。そやさかいこれからはちょいちょいそっと会うようにして連絡取っていこうやないか。もっとも備えするのには二人が完全に了解しようで、互いの立場認めんといかん。三つ子さんの言い草真似しするのやないけど、同性の愛と異性の愛とはまるきり立ちが違う思たら何にも嫉妬することあれへん。 全体、あんな綺麗な人、たった一人で愛そう言うのが間違ってる。五人も十人も崇拝する人あったかて当たり前やのに、二人で占領する言うのもったいない。それも男やったら自分一人や、女やったら私だけや言う具合に考えたら、世の中に自分らほど幸福なもんあれへんやないか。二人とも備えを持って、その幸福いつまででも自分らだけが握ってて、 他の人に取られんようにしたらええのんや、言うて。どないです、お姉さん。言いますよって。あんた最初の気なら、私かて約束守ります。言いまして。僕、お姉さん味方になってくれなんだら、はっと世間に知れ渡るようにして、自分もあかんようになる代わり、お姉さん勝てあかんようにしたげよう思ってたのんですけど、それ聞いてほんまに安心しました。 みっちゃんのお姉さんやったら、僕にとってもお姉さんです。僕、女兄弟一人もないので、お姉さん親身の姉や思って、大事にしますさかい。お姉さんもどうぞ、まの弟や思って、何でも思い余ることあったら、遠慮のう打ち明けてくださいませんか。僕中人間は、敵になったらどんな怖いことでもする代わり、味方になったら命投げ出してもお姉さんのために尽くします。お姉さんのおかげでみっちゃん嫁に持つことできたら、 夫婦のことやかい後回しにしてもお姉さんのために計ります。きっときっと備えしてくれはる。きっとですとも。僕かて男です。一生お姉さんのご恩忘れるようなことせいしません。そんでとうとうまたエ園の前まで歩いてきてしも頼んで。そしたら今度いつでも必要なことできたらエ園で待ち合わせしまひょ、りうて。固い握手して別れまして。 私は一人で帰ってくる道々、んやしらん胸がワクワクするぐらい嬉しいて。みつこさんはそない私を愛しててくれる。私の方が綿抜きよりずっと愛されてる。まあそんなこと、夢やないのんか。つい昨日までは二人のためにおもちゃに知られてる思い込んでたのに、急に形勢変わってしもて、丸切り狐につままれたみたいな気しましてんけど。 それでも綿抜きの言うたこといろいろ考えてみましたら、好きとちごたらあんな騒動するはずない言うのもほんまやし、そやなかったらちゃんとした人ありながら私と会う言うわけないし。それに今になってから初め頃のことだんだん思い出してみますと、あの観音様のモデルのことでやかましい噂さたった自分、光子さんかて私がどんな気持ちでいたか、 大方そぶりでも差しついてたですやろし。道ですれちごた時やかいに。この人うちに気あるねんな、思て。今に誘惑してやろうと待ちもうけてなさったのんかもわかれしませんね。そんない言うたら、二人が初めて物言うたのんも、言い出したのは私ですけど、いつでも済ましてなさるのに、にっこり笑いなさったのんで、つい釣り込まれて口聞いたのんやし。 裸体の姿見たときにしたかて、見せてくれ言うたのんは私ですけど、そんな言い言わすように持ちかけなさったのんやし、全体私なんぼみつこさん崇拝する言うたかて、どんなことから今みたいな仲になってしもたのんか。それにはいろいろ夫に対して不満があったとこい、学校であんな噂立てられたのんが反動的に作用したこともありますやろうが、 私にそんな可能性あること見抜いて、知らまに暗示かけてなさったのかもしれませんし、それ考えたら、あのエムケとの縁談のことにしたかて、口実みたいに思われますし、なぜ自分の仕掛けたわない私を陥れながら、上辺はいつでも私の方から手出した形に刺されてた勇気しますね。 そら、綿たぬきの言うたことかて、1から10まで信用できませんし、あの着物取られた晩でも、確かに綿たぬきが指図したのんと違うかしら。SK 病院から電話かかった時にしたかて、あの男の声、綿たぬきでのうたら、他にそんなこと頼まれる人あるかしらん、いう具合に。疑い出したら、ふに落ちんこともあるのんですけど。第一子供が生まれるいうこと、 なんで私に隠してなさるのか。あんな心配さしときながら、そんな水臭いことするやなんて。やっぱり私の方が侮られてること知れたる。ひょっとしたら、花井に秘密打ち明けて、私と三子さんとの仲いい水さそういう気やないのか。そうか、今のうちは邪魔されんように味方につけといて、結婚したら放ってしまうつもりやないのか。そない思ったら、 だんだん疑いもこうなってくるのですけど。それから四五日経ったある日、また路地の外で待ち受けてて、ちょっとちょっと言うて、僕今日お姉さんに相談したいことがあるのですが、梅園まで来てくれませんか言いますよって、一緒について行きましたら、二階の座敷に上がって行って、ただ口でばっかり兄弟の約束する言うても、 お姉さんかてなかなか僕を信じる言うわけにはいきますまいし、僕かてやっぱりなんや心配ですさかい。お互いに疑念残らんように誓約書かわそうやありませんか。実はそのつもりでこんなもん書いてきたのですけど、言いながら、懐から二通の証文みたいなもん取り出すのです。あ、そうそう、ちょっとこれ見てくださいませ。これがその時の誓約書ですね。 作者中。彼女が示した誓約書の内容は、話の順序としてここに紹介する必要があるばかりでなく、この文案を作成した綿抜きなる男の性格を想像せしむるにたるから、版を厭わず原文のままを左に掲載するであろう。誓約書。厳重書。 兵庫県西宮市厚路園、バツ弁護士、法学士、柿内幸太郎妻、柿内園子。明治37年5月8日生まれ。現住所、大阪市東区淡路町五丁目、バツ番地。会社員、綿貫長三郎次男、綿貫英次郎。明治34年10月21日生まれ。 右、柿内園子と綿貫栄次郎とは、そのおののが徳光光子に対して有する緊密なる利害関係を考慮し、昭和某年7月18日以降、左の条件のもとに骨肉と変わりなき兄弟の交わりを示すべきことを制約したり。一、柿内園子をもって姉とし、 綿た英二郎をもって弟とす。英二郎は年長なれども、その子の妹の夫たるべきものなればなり。二、姉は弟が徳光光子の恋人たるの地位を確認し、弟は姉と徳光光子との姉妹愛を確認したり。三、姉と弟とは、 徳光光子の愛情が第三者に移ることなきよう常に結束して防御し、姉は弟と光子とを正式に結婚せしむるために努力し、弟はたとえ結婚後といえども、姉と光子とのすでに確立せられたる関係に対し何ら意義を申し立つることなし。4 もし、両人のいずれかが、三つ子に捨てられたる場合は、他の一人もそれと身体を共にすべし。すなわち、弟が捨てられたるときは、姉は三つ子と交わりを立ち、姉が捨てられたるときは、弟は三つ子との婚約を破棄し、結婚後においては離婚すべし。五。両人は、 他の一方の承諾を経ずして無断に三子と逃亡し、所在をくらまし、もしくは上司する等の行為をなさず。六、両人がこの制約をなせることは、三子の反感を挑発することあるべきをもって発表の必要に迫られるまでは、絶対に秘密を厳守すべし。 もし、両人のいずれかが三つ子に対し、あるいは他の何人かに対し発表せんと欲するときは、あらかじめ他の一方と協議すべき義務あるものとす。七。もし両人の一方がこの制約に違反するときは、他の一方よりあらゆる迫害を送ることあるべきを覚悟すべし。八。 この制約は、いずれかが任意に特密密子との関係を放棄せざる限り有効とす。以上。昭和某年7月18日。姉、柿内園子。院。弟、渡貫栄次郎。院。これだけの文句が、関税寄りで閉じた二枚の改良藩紙へ。 こぶる丹念な毛筆の細字で、せせこましい軸張りで、一点一角の消しもなく書かれているのである。二枚の半紙の四分の一以上も余白が残っているのを見ると、こんなに細かく書く必要はないのであるが、けだし平素からこういうコセコセした字を書く癖があるのであろう。書体は、 毛筆を使い慣れない現氏の青年の筆跡としては決して拙くないけれども、どこかに焦点の番頭の字のような品の悪い達者さがある。最後の二人の署名だけは、梅園の二階で万年筆で記したものだが、これも柿内未亡人の署名の方が不釣り合いに字体が大きい。そして何よりも不気味なのは、 署名の下に小さな花弁を押したように広がっている茶褐色の反転であって、同じものが藩士の閉じ目の割り印を押すべきところにも二つポタポタと滲んでいる。それが何であるかは未亡人自らが語るであろう。どうですお姉さん、この条件でよろしいですかよろしかったら、ここになあ書いて反応してくれませんか それとも何ぞ足らんとこあるお思いになったら遠慮のを言うてみてください。言いますよって。これだけちゃんと決めたったら結構ですけど、それでも子供生まれた場合に、あんたもみっちゃんも家庭が大事や勇気になりませんやろうか。なんとかそこのとこもうちょっと考えてほしい、言いましたら。それは第三に規定したある通り、弟はたとえ結婚後といえども、 姉と三つ子とのすでに確立せられたる関係に対し何ら意義を申し立つることなし、やさかい。家庭のためにお姉さん犠牲にするようなこと絶対にあれしませんけど。子供生まれる言うことそない心配やったら、どうでもお姉さんの日に住むようにここへ書き加えときますが、どないしたらええのんです。言いますのんで。今みっちゃんのお腹にある子は結婚するのに必要やさかい。それはしょうがないとして。 結婚してからは、子供産まんようにしてちょうだい。言いまして。そしたらしばらく考えてて、よろしいです、備えしましょう、言うて。どんな具合に書いときましょうか、来ない来ないの場合もありますし、と。いろいろ私の気づつかなんだことまで考えてくれて、その二枚目の紙の裏のとこいペンで書いてあるのを見てくださいませ。それがその時の書き入れですね。 作者中。前景の誓約書の最終の紙面に、追加条項として下の文句が付記されている。弟は徳光光子と結婚後においては、常に光子を妊娠せしめざるように注意する。もし、いささかにても妊娠の疑いあるときは、 その処置に関し姉の指揮をけるものとす。この文句を記した後でまた思いついたものらしく、さらに次の二箇条が規定してある。結婚前の妊娠といえども、その妊娠中に結婚し、結婚後なお否認が可能なるときは、成し得る限りの手段を取るべし。弟は、 妻が協力してこの追加条項を忠実に履行する保証を得るにあらざれば、三子と結婚することを得ず。そうしてここにも茶褐色のシミが点々と押されているのである。それ書いてしまうと、声だけ決めといたら安心です。これ読んでみたらお姉さんの方が僕よりよっぽど有利なくらいです。 これで僕の誠意のあるとこお分かりになったでしょう。言うて。さあ、サインしてください。言いますね。そんで私、サインするのはしてもええけど、ハ半もてしません。言いましたら。兄弟の約束するのに普通のンでは役に立てしません。お気の毒ですけど、ちょっとばかり痛いのん辛抱してくれませんか。言うて。ニヤニヤ笑いながら。 たもとの中から何か出すのんです。万字その二十。どうぞここのとこ出してください。痛い言うても本ちょっとの間です。言うてるうちにもうしっかり手握ってて、指の先か表てましたら、肩の方まで袖まくり上げて、二の腕の上と下とをハンカチでくくろうとするのんで、 半押すのにそんなことせいでもええあれしませんか言いましたら。ハン押すだけと違います。兄弟の約束するのんです。言うて。自分も同じように腕まくって、私の腕と一緒に揃えて。よろしいですかお姉さん。声出したらいけませんで。あれいうまに済んでしまいますよって、目つぶってなさい。言いますね。いやいや言うたらどんな目に合うか分かれしませんし。 逃げようもても手首握られてますし、光るもん見たら気が転倒してしもて、目つぶってる間に喉でもどないぞ知られるのやないかと生きてる心地性しませなんだけど、殺されたら殺された時表て諦めてますと、肘の上のとこスルスルと鋭利な感覚がした思たら、ぞーっとして脳貧血を起こしそうになりましたが、しっかりしなさいしっかりしなさい 言うて、自分の腕出して。さあ、お姉さんから先飲んでください。言うのです。それから、ここと、ここと、ここへ反応すのです。言いながら、自分で私の指つかんでペタペタ押してしまいまして。私は綿抜き言う男がつくづく怖い気しましたのんで、正直に約束守るつもりで、 その制約書は大事にタンスの引き出し、鍵かけてしもといて。みつこさんにはすまん思いながら、そぶりにも悟られんようにしてましてんけど。それでも隠し事してると、どこぞほどほどした様子出るのんか。くる日不思議そうに私の顔を見なさって。姉ちゃんなんでここのとこ傷したの言いなさるのんです。ああ、これ、どないしてできたのんか。 ゆんべあんまり皮に食われて、夢中でかきむしったのかしら。言いますと。おかしいな、えちゃんもちょうどそれと同じもんできてるねんわ。と、そんな言われたら。ああ、悪いことできんもんやな、思って。急に私の顔色変わってきましたのんで。姉ちゃんなんぞ、あてに隠してるのと違うそれどないしてできたのか。ほんまのことを言うてちょうだい。言いなさって。 隠したかて大概わかってる。姉ちゃんはあてに内緒でなんぞええちゃんと約束したことあるねんな。そら、みつこさん言うたら、そういうことには早うき回るのんで、そないずぼし刺されたら、もとぼけることでけしませんけど。それでもまっさおになりながら黙ってますと。きっとそうに違いないやろ。なんでそれ言うてくれへん言うて、だんだん聞いてみましたら、昨日わたぬきはあれから帰りに、 腕の傷っこそりみつこさんに見られてしもてて、その時から何ぞわけあるのやなと思ってた。そないに二人同じ日に同じとこへ傷でいけるはずあれへん、言いなさって。姉ちゃんはあてとえちゃんとどっちが大事やとか。隠す以上はあてに知られたらいかんことあるねんやろとか。しまいには私と綿抜きの間に嫌なことでもあったように。 それ期間内はどないしても返せへん。言いなさるのですが、そんな時にも三つ子さんはいっぱい涙溜めたなり、じっと落ち着いてなさって、恨めしそうに睨んでなさるだけですねんけど、その目、えらい妖艶で、なんとも言えん生めかしい風情やって。なあ、姉ちゃん言いながら、甘えるようにその目使われたら、 なかなか魅力に逆らういうことでけしません。それにそこまで感づかれたら、いずれ人騒ぎ持ち上がること決まってますし、隠すだけ疑われることわかってますねんけど、綿たぬきに相談せんうちはうっかり言うわけにいきませんので、どうぞ明日まで待っててちょうだい。言いますと、明日言われることがなんで今日言われへん。人に相談して言うぐらいやったら機会でもええ。 自分にだけそっと押せてくれたら迷惑かかるようなことせえへん言うて。どないしても聞きなされしません、かい。みっちゃんそない言うけど、あんたかってあてに隠してることあるやろ。言うてやりますと。あてが何隠してる何でも正直に言うてあげるよって。そない思うことあったら聞いてちょうだい。言いなさいますね。うんー、きっと隠してることないな。きっとあれへん。 そら隠すつもりやのうて言わなんだことあるかもしれんけど。あんたあてになんぞ体のことについて隠してることあるやろ。何言うてるの、姉ちゃん。あのな、いつやあんた家へ来て苦しがったわな。あの時ほんまにお腹の中に子供あったん。ああ、あの時のこと。言うて。さすがに決まり悪そうに赤い顔しなさって。そらあの時は姉ちゃんに会いとうてわざとあんな真似してん。 あて、そんなこと聞いてるのはやらへん。あの時はほんまに子供できてたのかどうかそれ知りたいねん。そら、できてへんなんだ。そんなら今でもできてへんのそんなこと決まってるやないか。なんでまたそれ疑おうてるのなんで言うことないねんけど、疑うだけのわけあるねん。ああ、姉ちゃん。と、その時美津子さんは、もうわかってるいう顔しなさって。 姉ちゃんきっと当て妊娠してる言うこと、ええちゃんに言われたのやろな。あの人きっとそんなこと言うねん。ほんま言うたら、子供産ます能力もないくせに。と、そんない言いなさるか思たら、一生懸命歯を食いしばって、目にいっぱい溜まってた涙が急にポトポトほべたつとてるのです。私はびっくりして、なんやってみっちゃん、言いながら自分の耳疑おうてますと。 その間にももうさめざめ泣いてなさって。実は今まで自分のことについては何一つ隠してへんけど。綿抜ぬきには人に言われん秘密あって、それ知られたら自分も恥ずかしいし、あの人も気の毒な思て言わんといた。けど姉ちゃんに陰でいろいろな抽象したりするのんやったら、もうあんな人、かわいそうなことも何にもあれへん。自分が今みたいになってしもたのんも、もとは言うたらあの人や。 自分の不幸せはみんなあの人の仕業や言うて、またえらい泣きなさって、それから綿抜き注文知った時のことから初めて詳しいに話しなさって、何でも二年前の夏、浜寺の別荘へ行ってた自分、お互いに物言うようになって、アルバン散歩に誘い出されて、海岸に置いてある漁船の影に連れて行かれた。 それで夏過ぎてからも大阪のうちが近いとこにあった境、常時どっちぞから呼び出してはおてたら、いうとき女学校時代のお友達から綿抜ぬきのことについて妙な噂あるのを聞いた。そのお友達言うのは、いつや二人が宝塚歩いてるとこ見たことあるので、この後朝日会館の映画の夕べのときやったかに、三つさんが一人で屋上庭園に出てなさったら、 徳光さん言うて、後ろから肩叩いて。こないだあんた、綿貫さんと歩いてたな。言うのんで。あんた、綿貫さん知ってるの言うたら。うち、直接には知らんけど。あの人、えらいしやんやって言われて、みんなが騒ぐのやってな。あんたみたいに綺麗かったら一緒に歩いててもちょうどええけど。言うて、意味ありげに笑うてるさかい。そない深い関係やない。 あの時ちょっと歩いただけやと言い訳しなさったら、そんな弁解戦かってあの人やったら誰も疑うはずあれへん。あんたあの人のあだ名知ってる言いますよって。知らん言いなさると、100%安全なるステッキボーイ言うねんし、言うてくすくす笑ってるのんやそうです。それがみつこさんには何のことやらさっぱり別れしませんので、ねほりはほり聞いてみましたら、 綿たぬき言う人は無能力者で、中世の人間や言う噂ある。しかもそれにはちゃんとした承認あるのや、言いますね。